やばい、もう動けません。走るな、イノシシか。お困りですか？困ってます、助けてください。在ベトナム日本大使館の吉澤瑞希です。先輩ですか？サマさん、先輩。地雷の被害に遭ったようです。地雷？お父さん。今世界にどれぐらい地雷や不発弾が埋まっていると思いますか？1億個以上と言われています。お父さん。女の許せません。不条理すぎます。だけどそれが現実。息子とはとっくに縁を切りました。もう関わりたくない。月山。だけどこの平和は当たり前じゃない。約束する。私たちが絶対に大輝くんを一人にはしないから。僕も約束する。絶対に諦めない。ファーストステップ3、世界をつなぐ平和への願い。